はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。ヘッディブロングです。私たちは琵琶湖バレーに来てます。めちゃめちゃ急いでるからちょっと急いで。今ね、入場規制をしててチケットを前売りで買って、その入場時間まで残り10分です。11時に着くように出発したけど、なんか渋滞で。今何時？12時50分です。乗車券ほぼ2時間遅れじゃん。チケットゲットできました。往復大人3500円。イエス。駐車場代が1台2000円。行きます。何分ぐらい？10分ぐらいかな。5分しかかかんないって誰か言ってた。近いね。みんな手振ってる。ロープウェイだけど早くね。早い。だからそんな 5分で。何めっちゃ揺れたじゃん。こうなったじゃん。到着したね。ご飯めっちゃ並んでるよ。すごい。山頂に到着。寒い。肌寒い。だから5度しかないって言って、って書いてあったから。そうね、山頂5度だって。めちゃめちゃうまそうな。選んだね。お金持ちだから。いくらですか？3000円。3000円。やばくない？ここは高い。何でも高いよ。金持ちしか遊べない。おー、ニョン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 。うわ、うまそう。お肉が柔らかい。3000円の価値はありますか？まあ私はケチだからないんじゃない。うま。おいしいよね。うまいじゃん。おいしいけど3000円の価値があるかどうかって聞かれたら、3000円の価値はないわ。まあ3000円はちょっと高いな。はい、食べました。うわ、お腹いっぱい。まあこれ琵琶湖ブラ知らない人もいるかもしれないけど、琵琶湖全体的に見えるスポット。そう、山の上にあって、冬はねスキー場になってんだよね。で、冬以外はこうやって上がってきて景色を楽しめるっていう。来たよ、メインデッキスポット。ここは日本だよ。写真を撮るために並んでる。あ、分かる。インスタスポットなのかな。写真渋滞が起きてます。やだ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 。写真のためには並ばないよ。ノー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 。この渋滞にはね、社長は並んでくれないよ。ちょっと中途半端なスポットでもいいよ。そう、ここで全然綺麗だよ。いや、もう全然綺麗だよ。こんな感じ。すごく。ここ琵琶湖。今メインエリアから出てリフトエリアに来ましたね。ああ、夏にもリフトに乗れるのがすごいね。すごいよね、新感覚だよね。というわけでリフト乗ります。はい、乗りました。夏もいいね。夏のリフトいいな。ちなみに景色こんな感じ。
感じじゃないですか、社長。いい感じです。なんでリフトが遅いか分かった？そうだね、スキーの時はスキーだとヒュッとだけど歩くとドドドドドドドだからいつもよりリフトのスピード下げてるね。そう竹馬レナできますでしょうか？はい、できる。どうだったっけ、こんなできるのかな、本当になんか子供の時にやってたっけ。はい大丈夫、そんな乗り方大丈夫上手だと言って。え、日本の乗り方と違うよ。え、日本はその乗り方しないよ。嘘、なんで何の乗り方をするの、はい、日本の乗り方はこれで乗っていく。え、いや、なわけないでしょ。でしょ、こう言って、こうやった。だから、いや、日本人センスないな。それで全く進まないよ。いや、できるよ。ほらほら。は？ No, 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 no。すごいカルチャーショックだよ。俺がカルチャーショックだよすごいカルチャーそうだよ。レナさん、手押し相撲があるよ。やったことないよ。ドイツに文化にあるかわかんないけど、ないよ。ここに立って押して、手しか押しちゃダメだけど、どっちが強いかやってみましょう、はい、レナも用意ドン。もっともっと、よーいどん。ダメだ、破天は社長の勝ち。やった。琵琶湖バレーすごいね。遊ぶところがめちゃくちゃいっぱいあるよ。子供連れで家族で来るとね、絶対楽しい。よいしょ。カメラ気をつけてください。はーい。琵琶湖バレーにスキー来たことないけど、これ来たらさ、滑りながら琵琶湖と街が見下ろせる。どうでしょう。琵琶湖バレーでスキーしたことある方コメントください。そうだね、来年僕らそう、来年チャレンジしてもいいかもしれない。これ着きました。足が短いよ。ダッシュダッシュダッシュ。めっちゃ綺麗じゃん。うわすごいね。あっちから来たよ今。あ、見えるじゃん、ロープウェイ。で、またリフトに乗って戻るね。降りましょう。歩いて行けるよ。どっちが早いか勝負する？俺がリフトで乗って、レナは歩いて走って、テケ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 。どっちが早いか。はい、というわけで寒くなりました。メインデッキの方まで戻ってきました。いや、もう寒いよ。クソ寒いよ。日陰だった瞬間、超寒いよ。そう、見て寒い。おい、社長社長殺さないで、お手寒い。手をつないで。いや、俺の手あったかいよね。あったかい。いつもそうなの。はい、というわけで、降ります。この動画をここで終わりにします。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。